節は4月下旬。天候は雨上がり、晴れ。絶好の条件に、いても立ってもいられずに。アリの観察フィールドへやってきました。ここは、山地へと続く静かな自然公園。さあ、彼らの世界に足を踏み入れよう。アリの観察に絶好な天候となりました。いろいろなアリの観察はもちろん、結婚飛行などももしかしたら、見れるのではないかという期待を持ってやってきました。最初に出迎えてくれたのは、アメイロアリ。まだ湿り気の残る苔むした、木の根元のところに行列を作っていました。さまざまな環境で見ることのできるアメイロアリですが、苔の、緑色とアメイロアリの体色の、コントラストはまた格別です。この場所では、木の根元から木の幹を登るような方向に、行列が伸びていました。そしてこちらは、林道の、脇にある木枠の、隙間ですね。何かのアリが行列を作っています。このアリは何でしょうか。このアリはですね、ヒラアシクサアリという草アリの仲間です。草アリの仲間は、膨大な数のワーカーが、巨大な行列を作っている、場面によく遭遇するんですけれども、木の根元とかそういった場所に、すごく多いですね。ただ、この場所では木枠に沿って、そんなに多くないワーカーの数が行列をしていました。雨上がりでまだ湿度の高い森の中を進んでいきます。次はどんなアリが観察できるのでしょうか。こちらは林道脇の斜面になります。ふと目を落としてみると、胸アカオアリの、ワーカーたちがたくさん歩いていました。これ左上の方にある、穴からワーカーが出てきているように見えます。赤色が綺麗ですね。野外で見る胸アカオアリは本当に綺麗です。この日、湿度が結構高い状態だったんですけれども、普段この場所は何度も、来ているんですが、これほど多くの胸アカオアリのワーカーを見かけることは今までなかったんですけれども、地面の湿り具合や、気温など、もしかしたら胸アカオアリの、活動のしやすい条件が整っていたのかもしれません。斜面から林道の方へポツリポツリと胸アカオアリのワーカーが確認できます。アリの目線で、林道を観察してみると、こんな感じで林道の反対側の方に、ワーカーたちは歩いていってるようでした。はい、その先には、木があって、このアングルすごくいいですね。木の上の方に向かって胸アカオアリのワーカーたちは、歩いていっていました。とても活動的で生き生きした姿です。この日は、お腹いっぱいになるまで胸アカオアリを観察することができました。胸アカオアリたちが上下をしていた木のすぐ下を見てみると、土に埋まった木枠がありました。ここを観察してみると小さなアリたちが行列を作っていました。このアリは超小型種ヒメアリです。体長が1センチ以上になる、先ほど見た胸アカオアリとは全く違う、体長が約 1.5 ミリほどしかない、とても小さなアリです。冬場は、枯れた毛や枯れ枝などから、コロニーを見つけたりすることが、あるこのヒメアリなんですけれども、夏場活動の時期は、地表や石の上や、草の葉の上などに、実はよく見ると、結構歩いているアリです。
とても小さいので、なかなか目に留まることのないアリなんですけれども、腹部のみが黒くて、他がオレンジ色の、可愛らしい体色もありますし、結構ですね、行列を作っている、場面っていうのをよく、見かけるので、ぜひ、地面の近くで探してもらいたいアリの一つです。この時期この森ではイモムシやケムシが、大量発生します。それらは、アリたちにとっては格好の食料源となります。地表では林黒山アリがイモムシを、捕まえていました。この近くにですね、巣があるものと思われますが、この場所でたくさんの林黒山アリを見ることができました。体のですね、光沢などが、黒山アリとは少し違うこの林黒山アリですね、森の中に一歩入ると、たくさん見られる、黒山アリの仲間の一つです。彼らの巣は、例えば、こういった石垣の隙間などにも見ることができます。石垣でも、土でもそうなんですけれども、結構斜面にですね、巣を作ることが多いような気がします。この石垣でもワーカーたちが捕まえたイモムシを持ち帰ろうとしてますね。ここでもイモムシを運ぶアリの姿が見られました。このアリは林系アリですね。胸部の赤みがかった色が特徴の毛アリの仲間です。このアリもたくさん森の中で見ることができました。こちらは、ケムシに群がる、テラニシシリアゲアリというシリアゲアリの仲間です。コケムした林道の木枠の上を、このように行列を作って歩いていました。枯れた木や竹などに巣を作る樹状性のアリで、黒っぽいシリアゲアリの仲間としては、よく見かけるシリアゲアリの一つです。同じような林道の木枠の上を、これ大アリの仲間ですね、それからシリアゲアリの仲間が通っていきました。シリアゲアリの方はハリブトシリアゲアリ、なんか喧嘩をしているんでしょうか、ワーカーの足に噛みついています。このように木枠の上を、いろいろなアリの種類が、行列をしています。黒っぽいアリが今、まばらにこう行列を作ってますね。先ほど見た大アリの仲間のようです。このアリは四つ星大アリ、中型の大アリですね。まもなく結婚飛行を迎える時期ということもあって、巣の出入り口からこのように外を伺うようなワーカーの姿を見ることができました。実はこの四つ星終わりの結婚飛行もちょっと期待して、行ってたんですけども、この日は、どうやら行われなかったようです。風の音、鳥の声、さまざまな森の音に癒されながら歩を進めていきます。林道脇にしゃがみ込んで地表を観察していると、小さな羽アリを見つけました。このアリはアメイロアリの新女王です。体長わずか5ミリほどのアメイロアリの新女王を見つけるのは至難の業ですが、どうやらこの日アメイロアリの結婚飛行が行われていたようです。せわしなく地表を歩く新女王のもとにこの後お座りが出くわします。一瞬の出来事なので、ぜひ、注意深く見てみてください。お座りが、出会い頭に女王にしがみつきました。すぐに腹部の方に回り込んで、交尾が始まりました。一瞬の出来事ですね。結婚飛行と、言っているんですけれども、飛行を行う前にこのように地表で、出会って交尾をするパターンもあるんですね。とても興味深い場面に出くわすことができました。
何箇所かでこのように地表でオスアリとメスアリが出会うという場面を目撃することができたので、こういったパターンももしかしたら一般的なのかもしれません。少し風があった日なんですが、このような交尾方法であればあまり風の影響を受けないので、その点でも、実はあり得るパターンなのかなと感じました。そして羽を落とした新女王の姿も確認できました。これぞ結婚飛行の後という光景ですね。小さなアリですが、今回は、気づきを与えてくれた結婚飛行でした。そしてシロアリの結婚飛行も行われてたようですね。アミメアリの行列を横切ってシロアリの王アリと女王アリのペアが、徘徊していました。そして、今回の目的の一つ、クロオオアリの生息地にやってきました。クロオオアリは、もう間もなく結婚飛行の時期を迎えるアリで、今日の気候条件でももしかしたら結婚飛行が行われるのではないかという、期待を持っています。まずは、地表を徘徊するワーカーの姿を、じっくり観察していきます。このように野外で、警戒心なく、リラックスした姿を見ることができるっていうのもすごくいいですよね。そしてやっぱりコケとのコントラストもやっぱりいいですね。アリとコケの相性はすごく、綺麗だと思います。クロオアリの巣がたくさんあるスポットにやってきました。アリ目線で、地表の高さから観察してみましたが、上から見るのとはまた違った光景ですね。より立体的に、よりアリの生活感が感じれるアングルではないかと思います。ここに住んでいるクロオオアリたちの様子は、どういうものでしょうか。観察していきましょう。巣口付近です。周囲にたくさんのワーカーが出ていますが、羽アリの姿などはまだないですね。左側のワーカーが、これおそらくイモムシを捕まえて丸めた状態で持ってきてる感じですかね。こちらの木は、昨年クロオオアリの結婚大飛行が行われた木です。飛行の際にはこの幹の上から大量の羽アリが飛び立っていったんですけれども、今日の時点だと、まだやっぱり羽アリは見られないですね。近くの巣口です。外を伺うアリたちが、確認できますね。今2匹のワーカーたちがちょっとこう警戒モードで、巣の出入り口付近にたむろしているところですね。で、奥からこれ大きな顔が出てきました。これ新女王ですね。そして、見張りのワーカーの奥から今度オスアリが今2匹顔を出しましたが、すぐに引っ込んじゃいました。やっぱり結婚飛行が行われるということではなかったようですね。ただ結婚飛行が近づいてくると、このようにオスアリや新女王が、顔を出して外の様子を伺うというのをこう連日繰り返していきます。また新女王出てきましたね。大きい顔が出てきて、で引っ込みました。今日の観察はここまでにして山を降りることにしました。今日の山は少し風が強かったです。クロオオアリの結婚飛行は結局今日行われませんでしたが、たくさんのアリたちを見ることができました。これがアリ愛好家の最高の一日です。